スノーマン滝沢歌舞伎ゼロファイナル見納め舞台にメンバー9人が語った思い岩本照高揚感とワクワク感とちょっと寂しさと僕たちに限らずスタッフさんお客様も同じ気持ちを共有した状態だと思います一重引用譜06年に滝沢演武士郎として誕生し一重引用譜19年に滝沢歌舞伎ゼロとして進化を遂げてきた舞台の集大成 滝沢歌舞伎ゼロファイナル4月8日東京新橋演舞場で幕を開けた舞台の前日に行われたゲネプロと初日前会見をリポート佐久間大介春の踊りからのイニシエというのは滝沢秀明君がやられていた時のオープニングなんですけど絶対にやりたいっていうのはみんなで一番に決めました目黒蓮僕は個人的にこの2曲にすごく特別な思いを抱く瞬間があって スノーマンに入る前に出た滝沢歌舞伎ではメンバーが前にいて僕は JR として踊っていて、イニシエのイントロでスノーマンだけがやる振り付けがあって、それを毎回かっこいいなと思う。その振り付けを今回自分もできています。